インバ村は、千葉県インバ地域、インバ郡にあった村。ナウマン像発掘の地としても有名である。2000年以降千葉ニュータウンが造成され、北総線の開通によって都心部への利便性が向上したため、人口が増加した。1960年代、千葉ニュータウンの計画が持ち上がり、インバ村も計画区域に含まれた。しかし、時代の変化に伴う計画の遅れから、 千葉ニュータウン、伊庭の地区の町開きは2000年にようやく行われた。このニュータウンの造成により、新住民が流入し村の人口は増加。また、近隣の成田空港に勤務するパイロット、クルー、整備士などが比較的多く入居したため、住民税や市税などの収入が大きく増えることに結びついた。1994年日本以下大学千葉、北総病院が設置された。 この病院は病床数600、診療科17科の大規模な大学病院であり、千葉県北東部、北西部地域の機関病院となっている。2001年より、北総病院は千葉県におけるドクターヘリの基地病院となった。2000年の北総鉄道、北総線、ンバ日本医大駅開業は、鉄道駅のなかった東村にとって初めての駅となった。 これにより都心部へのアクセスは約60分と格段に向上した。村長、佐藤栄一印在市、白石、印馬村、元の村の西に村の合併が検討され、2003年4月1日には印在市、白石、印馬村、元の村合併協議会が設立されていたが、2004年7月の白石で行われた住民投票で反対票が過半数を占め、 合併計画は白紙となった。詳細は北総市を参照。その後、印西市、印馬村、元の村の一市に村の枠組みで、市町村の合併の特例等に関する法律の期限である2010年3月末までの合併に関する話し合いを行うために、2008年10月24日、印西市、印馬村、元の村合併問題懇談会が、 2009年1月9日には合併協議会が設置された。合併の期日は2010年3月23日とし、合併方式は、印在市に、印馬村、元の村を編入する編入合併となり、新市の名称は印在市とすることで合併申請が行われ、2010年3月5日総務省、国時代73号で合併が決定した。国道県道、 ナウマンゾウ発掘地点村内の重要文化財、ありがとうございます。